秋はリンゴの季節です。最近道にたくさんのリンゴが落ちています。私はリンゴが好きなので年中リンゴを食べています。最近はスーパーでリンゴを買わずに道で拾ったリンゴをよく食べています。このリンゴは売っているリンゴよりも酸っぱいので、そのまま食べるとあまり美味しくありません。なので昨日アップルパイを作りました。冷凍のパイ生地を使ったので、とても簡単で美味しくできました。